皆さんこんにちは。本日 YouTube を通じて皆さんとお話をしたいと思っております。なぜかと言いますと、最近日本もですね、あの世界各国と同じようにコロ新型コロナウイルスの感染拡大の影響で大規模な イベントが中止されているからでありますそう,いうそういうイベントの中で講演会研究会の会議レセプションなどなどのですね外交官が普通出席していますイベントも中止されるようになりました。と同時に皆さんにいろいろお話をしたいいろいろご説明をさせていただきたいいろいろ意見を述べたい 問題がありますからやっぱり感染拡大の影響にもかかわらず YouTube を通じてでも皆さんとの付き合い交流を続けていきたいと思っておりますさて3月という時期は日本にいる皆さんいらっしゃる皆さんにとって日本にいる 外国の人たちにとって本当にいろんな思いを起こす時期であります。9年前に2011年3月11日に東日本大震災が発生しまして2万人の犠牲者の方々が お亡くなななりりにまましししててそ日本が大変な被害を受けましたえ私はその時にモスクワにおりましたけれどもモスクワの外務省におりましたけれどもあの時期をよく覚えておりましてあの当時ロシアが世界の多くの国々と一緒に日本に協力の手友好の手を 差ししべましたロシアが東北大震災の発生直後大きな救援隊を日本に派遣しまして被災地でその皆さんが日本の皆さんと一緒に被害対策に参加しておりました。そして 本日3月20日なんですけれどもそれもにに焼き付いた日にちでありますちょうど25年前の1995年3月20日にですね私が皆さんと同じようにこの東京におりまして近くの 地下鉄神谷町駅などの地下鉄の駅で起こった地下鉄サリン事件のことをよく,覚えよく記憶しておりますその時に皆さん犠牲者がいらっしゃいまして大変な被害がありましたそして私がよく覚えていますのは この東日本大震災にしても地下鉄サリン事件にしても日本の国民の皆さんはいかに勇気を持って自尊心尊厳を持って緊張感を持ってその被害をその問題を克服できたのかということを私はよく覚えております。 そして今回の新型コロナウイルスの感染拡大につきましても私は日本国民が日本政府が最終的に克服できる問題であるということにつきまして完全に確信しております。そしして特に私が今回強調したいのは 日露両国がそして日露両国の学者関係企業専門家がですね研究所がですねこの新型コロナウイルスの有無を迅速的に確認できる液方法液検疫方法検疫シス,テムをシステムを開発し始めているということです。 それは日露両国がもし協力をすればいかに大きな効果がある,のかあるかいかに大きな達成ができるかということを改めて示しておりますそういうような協力をぜひとも続けていきたいと思いますそしてロシア について二三点ご説明したいと思います。ロシアとその外交政策について、そしてその内政について二三点ご説明したいと思います。最近この国際メディアでは、あたかもロシアが今現在の原油価格の下落に拍車をかけたかのような。 大変無実無根の報道が続いています。そしてそれで今の世界経済の停滞危機状態についてロシアが責任を負っているという一方的な報道が少なくないとお気づきでしょう。ご説明、私どもの真実をご説明させていただきますと。あの ロシアがオペックプラスという取り組みに参加しておりまして2週間前にウィンでこのオペックプラスの閣僚会議が行われましたその時に本当はロシアが今までの原油生産削減体制を維持するよう提案しましたが 残念ながらオーペックの国々サウジアラビアをはじめとするオーペックの国々がそれに同意せずにもっと大幅な削減を最初に求めましたが我々がそのらなる削減に根拠がないということを主張して結局合意ができなかったあとーペック側が 原油生産を大幅に増やしそして価格に対してさらなる割引を導入する政策を取りましたそれで石油価格が大きく下落しましたそしてそしてそれは決してロシアのせいではないと。 いうことを皆さんにご説明したいと思います。そして、最近、国際メディアででも話題になっていますのは、ロシア憲法の改正の問題であります。ロシア憲法の改正というものは、それはあのロシア社会、ロシア国民があの求めている改革でありまして、さらなる民主化。 さらなる国家体制の効率の向上を目指している改革でありますしかし残念ながら国際メディアの報道の中でやっぱりあのこのロシアの憲法改正のプロセスについて一方的で その歪められた報道が少なくありませんその中であたかもロシアの憲法,憲法改正案ではそのロシアが国際法上の義務をあたかも無視したい国際法上の義務を果たしたくないという報道がありますそうではございません ロシア改正憲法においてもしロシアが定約しています国際条約においてロシア法律と違う規範があればその時に国際条約の規範が履行されるという条項がそのまま明記されることになっています。 今までと違うのは以下のことです。もしある国際機関がですねロシアが締約国である国際条約に基づいて決定を行うならばそしてその決定がロシア憲法のロシア憲法と矛盾している解釈において行われるならば そういうような国際機関の決定がロシア国内で履行されるものではないということを改正改正というふうに改正をしたいと思います決してあの国際法上のロシアの約束を否定する改正ではありませんということを皆さんに申し上げたいと思います本当はそれ以外にもいろいろ皆さんと話をしたいんですけれども もう長くなりましたのでこれで終わらせていただきますまた後ほど YouTube を通じて皆さんとお会いできることを期待したいと思いますどうもありがとうございますさようなら